いらっしゃいママ、いつものお願いあんた、なんか今日はカリカリしてるわね短期は損期って言うわよ別に、カリカリなんかしてないよあら、えらくやさぐれてるわねほら、あんたの好きな学長から電話よ関係ないよちょ、あんた、出なくてよかったの いいんだよ今は僕のプライベートな時間なんだからあー学長と喧嘩したのね分かりやすいわねもうママ聞いてよ僕がね会社でこき使われたり副業がうまくいかないってことを真剣に相談したのに学長ったら原因は僕にあるって言ったんだよ僕は毎日必死に頑張ってるのにそんな言い方ってひどくない今夜もうやけ酒だよ なるほどねリーマン君の気持ちはわかるわだよねさすがりょうこママでも話の途中でリーマン君が家を飛び出したから学長が本当に伝えたかったことはリーマン君には届いていないようねえどういうことはいこれってこの動画に学長が本当に伝えたかったことが詰まってるわよ原因自分論で考える人生を生きやすくするのにとっても大切な考え方よ何回でも見返してね<タッ>こんにちはりょうです それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。今日はね、人生論のところで、原因自分論で考えるってことについて話をしたいと思います。原因自分論とはってことなんですけど、一体何ぞやと。すべての物事が起こった原因は自分にあると考えるっていう考え方ですね。例えば、僕自身で言うと昔はなかなか社員のマネジメントとかがうまくいかなかったんですね。なかなかうまくいかない中で、どうしたらいいんだろうってね、悩んでて、 で、先輩の経営者たちとかね、社員満足度が高い会社の社長さんたちとか、まあそういう尊敬できる人たちにいろいろ聞いて回って、その中でまあ共通している考え方が、この原因自分論だったんですね。で、それを導入していくことによって、人が辞めないっていうね、社員満足度が高い会社に好転したっていう大きなきっかけの一つになった考え方なんですね。で、人間関係もすごく好転したと。で、この原因自分論の反対の考え方が原因他人論なんですよね。こういう考え方の人は実はすごく多くて、 全ての原因は他人にあるっていう考え方ですね。自分がその意識なくても気づかない間にそうなってることってたくさんあるんですよ。例えば、まあ、上司とか経営者とかね、管理職の人たちでもいるんですけど、売上とか利益がなかなか上がらない会社に限って、社員とかお客さんとかね、商品とか世の中のせいにしてるっていう人はすごく多いんですね。よく聞いたりとかしませんかうちの社員ポンコツやとか、部下が出来が悪いんだよね、みたいなね。そういうことばっかり言ってる人とかね、昔は良かったとかね。 まあそんなこと言ってても仕方ないんですけどね。もちろん経営者だけじゃなくて、これは結構当てはまる人が多くて、その会社員の人であろうが、会社の愚痴だったりとか、上司の愚痴を言ってるとか、まあ交際相手とかね、悪口を言ってたりとか。もしくはまあ、あなたに言われたからこうしたのにっていう人とかも結構いますよね。まあそれを選んだのは自分なんですけど、まあ原因他人論の人ですよね。で、まあそういうのはあまり良くないよっていう話をしてるんですけど、まあ偉そうに話してる自分自身もね、昔は原因他人論だったんですよね。社員に対してこれだけやってるのにとか、 このスピードについてこれない社員が悪いとか、辞めるのは根性がないからだとかね。まあもしか取引先ともトラブルが多かったんですよね。なんかこう理不尽なことを言われたりとかして、相手が悪いみたいなね。正義はこっちにあるみたいな。まあそういうふうに考えてたんですね。こんなふうに考えてたと。で、経営者たちと出会ってね、考え方に共通してる項目っていうのがやっぱたくさんあったんですよね。でまあ、たくさん学んだ中の一つがこの原因自分論だと。これを導入していくといか取り入れていくことによって、まあね、会社のトラブルが本当に減りましたね。 あの、もちろん、プライベートな人間関係のトラブルも含めてね、まあ減ったっていうよりも、この10年亡くなったに近いレベルですね。すごい劇的に変わりました。もちろんね、原因自分論以外にもね、社員を大切にするっていう考え方とかね、いい仕組みの作り方とかね、社員が気持ちよく働ける仕組みとか、いろんなものもたくさん学んだんですけど、そのうちの学んだ一つが原因自分論と。で、この原因自分論に変えていったんですね。 例えば、社員が悪い。まあ、根性がないとか、どこかで思ってたのを、もっと根本のところは見直したんですね。雇ったのは自分だと。根性が必要な環境を作ったのも自分だと。社員が悪いのかもしれないけども、そもそもその人を雇ったのは自分だと。社員がミスをするとかね。ミスをする仕組みを作ったのは自分だと。だから仕組みを変えていくんだ、みたいなね。で、取引先が悪い、みたいな。その会社と取引を始めたのは自分だと。会社の責任は全部自分なんだから、すべての原因が自分にあったと。 今まで交際相手が悪いみたいなね。どうして理解してくれないんだみたいなで。その人と付き合ったのは自分だと。感情論からこの課題を認識できるようになったんですよね。まあこういうふうにいろいろ変えていったんですけど、注意点があって、原因は自分なんだけど、原因自分論っていうと全部自分が悪いっていうふうに捉える考え方なんだって思われがちなんですけど、そうじゃないんですよ。原因自分論っていうのは原因は自分なんだけど、いいとか悪いっていうものじゃないんですね。原因自分論で考えるっていうとね、例えば、 あの、今現在 DV を受けてる人が、あ、私が悪いんだ、みたいな、もっと頑張れば、みたいな感じに我慢さえすれば、ってもう泥沼になっちゃうんですよね。もうそんなの全然ダメですね。そういう、いいとか悪いじゃないんですよね。もうちょっと話していきますけど。ブラック企業に勤めてる人が、自分が悪いんだってなっちゃうと、だから諦めて頑張るしかないんだってなると、これはダメなんですよね。とか、ひどい扱いをされてるとかね、何かしらね。これは自分が悪いんだ。もっとニコニコ言うことを聞いてご機嫌取ったらいいんだ、みたいな。我慢すればいいんだ、みたいな。 これは間違えた原因自分論の考え方ですね。自分がいくら頑張っても他人は変えられないんですよね。原因自分論っていうのは全ての原因が自分にあったと認識するっていうことなんですね。悪いんじゃないんですよ。原因を認識するっていう、ここがすごく大事なんですね。あの、間違えて認識して行動しちゃうと壊れちゃうんで、我慢をしようってそういうことじゃないんですよ。例えば僕自身の例で言うとね、社員が悪い。 今まで思ってたわけですよ。どっかでね、根性がないとか。でも雇ったのは自分だと。まずここで認識するんですね。原因を。もっと根本のところから考えるんですね。雇ったのはそもそも論で自分だと。で、環境を作った原因は自分だと。だから、環境を改善しようとか。 もしくは、雇ったのは自分だと。自分に原因がある。で、雇ったのは自分で、そもそもその社員とは考え方が合わなかったのかもしれない。だから、腹を割って話をするとかね。一緒にこうこうこう考えてるんだけど、一緒にやっていくっていうのは難しいんじゃないかとか、こう考えてるけどこうじゃないか。まあ、ここで話をするっていうことですね。まあ、どうなるかはわからないですけど、まず原因が自分にあったんだっていう認識することによって、何か具体的な解決策を考えていけますよね。もしくは、まあ勘違いさせてしまった。 いろいろ社員をこう、まあ、勘違いというかね、してしまった時もあるんですけど、相場より極端に高い給料を払ってしまったりとかね。能力とか、キャパに見合ってないっていうお金っていうのはやっぱ人を壊すんですね。もちろん喜んでくれるんですけど、一時的には。能力とか、自分の仕事とか、やった仕事に見合ってない以上のお金っていうのをね、もらうと、長期的に見るとその人にとって良くないんですよ、結果的に。だからそういうのとかもわからずにやってしまってたんでね。勘違いさせてしまったのも自分だと。いい環境を用意するっていうことと、 贅沢をさせるっていうことは違うんですね。贅沢をさせてしまったってことが原因で、社員がいろいろおかしくなってしまった時っていうのもあるんですよね。だから、誰彼構わずやるんじゃなくて、やる相手を選ぶとかね。まあ、これは自分だけで変えれることですよね。で、ミスをするのが悪いとかってね、思ってたのを、ミスをする仕組みを作ってしまったのは自分だと。原因は自分にあると。だから、仕組みを変えてみようとか、理不尽な取引先が悪いみたいなね。 理不尽なな取引先とそういういい付き合い方になってしまったのは自分に原因があるとで。まずは付き合い方をじゃあ変えてみようかとかもしくは無理な容器を飲まないとかねまあどういう理不尽さかとかにもよるんですけどねでそもそも論でそういう取引先と付き合ったのは自分だとだからもう付き合わないようにするとか関係を切るとかね 実際あの、無茶な要求をしてきたところとか、トラブルがなんか多いな。でもまあ、少し仕事ももらえるし、受けようかなって昔はね、受けてたところとかもあるんですよ。でもそういうところと、まあ、最初あの、付け方を変えてみたりもしたんですけど、やっぱり結局ね、相手っていうのは変わらないんで、これはやっぱり難しいと。だから付き合わないようにする。関係を切る。これは自分でできることですよね。まあ、会社の経営者とかだったらそうですよね。とか、周りの人が分かってくれないとかね。まあ、当時だったら結構ね、思ってたりとかもしたんですけど、 自分が伝えようとしてないのかもしれないと。原因自分論で考えると自分がそもそも伝えようとしてきてないのかもしれない。だから伝わる仕組みを作ろうとかね。伝え方を考えようとか。まあそういうことですよね。特に思ってたのとかも一つで、ね、まあ交際相手が悪いみたいなね。なんか分かってくれないみたいなね。まあ付き合ってたのは自分だと。 だから、付き合い方を変えてみるみたいなね。例えば、まあ自分の態度、ね、話す言葉を変えるとかね、伝えるようにしてみるとかね。ただ、原因自分論で考えていくと、自分しか変えれないんで、こうやって考えるんですけど、でも自分が傷ついたり苦しいのはダメですよ。さっき言ったみたいに、ただただ我慢するとかね。そういうのは、あの、いいとか悪いの話じゃないんで、そういうのはダメと。ね、もしくは、相手は変わらないからね。やっぱりこの人とは、そもそも論で、この人と自分は付き合ったんだけど、自分はそういう選択を当時はしたんだけど、 やっぱり相手は変わらないし合わなかったんだから、やっぱりここは話をして環境を切るっていうのも、原因自分論に基づいた、まあ、考え方ですよね。とか、まあ当時ね、昔とかやっただったら、お金目当ての人、女の子ばっかり集まるな、みたいなね。あの、見てくれは綺麗な子集まるんですけどね。<laughs> まあそういう、じゃあ、なかなかこうお金のところ、やっぱり自分の表面的なところばかりを見て中身のところを見てくれないな、とか、やっぱそういうことも思ってたんですよね。でも、原因自分論で考えて、そもそもどうしてなんだって言ったら、やっぱりね、そういう見せ方を自分がしてたんですよね。 例えば見た目ですよね。どんな格好をしてたかみたいな。もう本当ね、やさぐれてた時とかだったら、もうドラキュラもびっくりみたいな、ダイヤギラギラネックレスみたいなね、まあ数百万ぐらいするんですけど、とか、まあもう何百万もするね、時計とかカバンとかね、もうルビーギラギラみたいな、もう一体誰に対してだみたいなね、もう高い財布とかね。総額で言うと一番高い時だったら、もう全身1000万近く身につけて歩くみたいな、そういう時がまあ,あってね、この格好とかでね。で、詐欺師もお金目当ての人も当然それは寄ってきますよね。 だってもう僕お金持ってて金遣い荒いですよって言ってるようなもんですよね。もうバカですよみたいな。もうどうぞ騙してくださいみたいな。言って歩いてるみたいな。そんな感じですよね。でも原因は自分ですよね。でもね、今聞いてる人たち、皆さん聞いてたら、そんな格好してたら当たり前やんって思うでしょ思うけど、当事者にはわからないんですよ、これが。 これはね、そういう見た目の話なんで分かりやすいかもしれないんですけど、自分では自覚がないんですよね。だから、これを聞いてるっていう皆さんにもね、何かこう原因自分ので考えると変えていけるところがあるかもしれない。で、相手が悪いっていうのはね、どこかこう相手に変わってほしいっていうふうにまあ期待してると思うんですよね。なんでまあ他人は変えられないんだと。変えれるのは自分と未来だけっていうね。原因が自分にあるんだって捉えることで客観視できるようになるんですよね。 いいとか悪いとかを判断するものじゃなくて、例えば、まあ実際すごく理不尽なことってまあたくさんあるんですよ。やっぱり生きてたら。ね、全部が全部思い通りなんてとてもならないと。なんだけども、自分は正しいんだけど相手が悪いと思うと、やっぱり一瞬救われるんだけど、結局解決にならないんですよね。そういうのは簡単なんだけど、そう言ってても何も変わらないと。だから原因自分論っていうのは自分を責めるためにあるんじゃなくって、 ちょっとこう考え方を変えてそもそもの原因を客観視してみようっていう、まあそういうものだって僕はまあ認識してるんですよね。で、まとめいきましょう。原因自分論にすることでね、人生がやっぱ豊かになると。本当にね、あの周りにいい人がもう溢れて生きること自体もすごく楽になりますよ。あの、いい友達もすごく増えたし、友達が少ない方ではなかったんですけど、もうよりね、いい友達豊かに生きてるってもニコニコして幸せそうな友達いっぱい増えましたね。 当時は分からなかったんですけど、反対の立場で考えてみるとね、あの豊かに生きてる人からしたら嫌ですよね。いつも幸せに自分生きてるのに、わざわざ原因他人論みたいなね、何でも人のせいにしてる人みたいな、文句ばっかり言ってる人とか、愚痴ばっかり言ってる人と一緒にいたいと思わないですよね。だって自分今幸せなのに、どうしてそんなね、人とこう、時間を使わないといけないのか、幸せな人からするとみんなそうですよね。だから、そういう人は当然寄ってきてくれないですよね。自分がそういうことしてたらね。 なんで、そういうふうに考えることで、不思議とね、やっぱりいい人がね、どんどんこう、増えてくれましたね。で、社員もいい社員ばっかりになりましたね。精神的に自立してたりとかね、自発的だったりとか。本当にね、え、こんなに楽でいいのっていうぐらい、社内トラブルもなくなってね、あの、いい社員ばっかりになりましたね。で、取引先とかいい会社も、あの、いい人ばっかりね、何もトラブルが起きないと。ね、まあ、他人にね、いい意味で期待しなくなるんですよね。いい意味でね。 もちろん良くなってくれたらいいなと思いますよ。でも、まあ別にそうじゃなくてもいいなと、その人の人生だからね。あの人のコントロールをするっていうことはやっぱりできないんで、良くはなってほしいなってそれを願ってると。でも、まあそうじゃなくてもその人の人生だから応援してるよ。まあそういう、まあ、いい意味で期待しなくなると。で、何遍も言うみたいに、原因が自分にあるっていう考え方であって、いいとか悪いんじゃないんですよね。自分を責めるための考え方じゃないんだよと。根本の原因から見直してみようってうことなんですね。 原因自分論っていうので考えると、今目の前の例えばトラブルとかストレスとか抱えてる人ってたくさんいると思うんですけど、これそもそも論でこれどうしてこうなったんだろうって原因のところで考えていくと、もう何年も前に自分が巻いてた悪い種っていう、これが今目を拭いてトラブルになってるってことも僕の場合多かったんですね。結構そういう人も多いと思うんですよ。あの自分も含めてなんですけど、結構対象療法ばっかりしてる人が多いんですね。 これだと、いくら痛みを取り除いても結局は再発するんですよ。原因のところからちゃんと取り除かないと、痛み止めだけを打っても結局再発しちゃうんで、原因のところからちゃんと考える、見つめ直すってことですね。じゃあこういうことを言うと、怒っちゃダメなのかとか、全部自分の責任で考えるかっていう人とかもいるんですけど、僕は別に特に怒ってもいいと思うんですよ。人間には喜怒哀楽があるんでね。 無理に抑え込むと壊れちゃうと思うんで、もちろん僕自身も会社で注意することとかあまりにありますよ。あんまり良くないんじゃないのみたいなね。ただ、やっぱりその原因他人論で責めるのか、もしくは同じことを伝えるにしても原因は自分にあって相手に伝えるのかっていうのでは、同じことを話すにしてもやっぱり全く伝わり方が違うと思うんですよね。悪いっていうことをいくら伝えて、じゃあ相手がお前が悪いんだって言って、ごめんなさい、はい、私が悪かったですって言ったところで、どうしようもないじゃないですか。結局何も変わらないんで。 そうじゃなくて、原因自分でね、やっぱ相手に伝えていくってことですね。何かトラブルが起きた、ミスが起きた、あ、もしかしたらこういう、そもそも論で自分がこういうのを作ってしまったからなっていう前提に立って、やっぱり話ができると、やっぱり全然もっと解決していきやすいと思うんですよね。で、もっと今のまま努力をするためのものじゃないですよ。例えばね、諦めるとかね。っていうと、あ、原因は自分にあるんだ。自分が悪いんだ。だから諦めよう。あ、自分が選んだ相手だから諦めようとかね。 自分が選んだ職場、会社団だから、そうだな、自分が原因だな、諦めよう、みたいな。そういうものじゃないですよ。諦めるためにあるんじゃないと。我慢するわけでもないですよ。あ、私が我慢すればいいんだ、みたいな。こういう人を選んでしまったのは自分だから。だから、諦めよう、我慢しよう。そうじゃなくて、まず状況を客観的に認識するってことですね。そこから、どう自分の行動を変えていくのかっていうのが大事だと思うんですね。職場とかだったら、まあ、例えば、 相手にに期待はせずにね、まあ、自分の態度だけは変えてみ、まあ嫌な上司がいるんだったら、まあ、こっちからちょっと態度だけは変えてみるとかね。まあ、それだからって言って別に変わるとは思わないですけど、まあ、まずはやってみると。もしくは、選択肢を持てるようにするっていうね、ここは大事ですね。あの、収入を会社に依存しないようにしようとかね。まあ、副業とかをして。 収入を会社に依存しないようにしよう。もしも相手は変わらないから自分自身は本当に辛くて辞めたいと思ったらいつでも辞めれるようにしておこうとかね。まあどうしても水が合わないんだったら転職をしようかなと。会社のその実際いいとか悪いとかで言うと本当に理不尽なことっていっぱいあると思うんですよ。職場でも何でも生きていく上でね。何も悪いことなんてまさにしてないのに。 本当、ほんと交通事故みたいにね、もらうこともあったりとか、嫌な気持ちにさせられることあったりとか、本当、理不尽なことっていうのはなんか多いと思うんですよね。でも、あいつのせいだって言ってても、結局解決しないんで、原因は自分にあったって考えて、 なるべくね、例えばトラブルに合わなくて済むんだったら、なるべくそういうトラブルに合いやすい場所には行かないとか、まあ職場だったらさっきみたいにね、収入を依存しないようにしておくことで政治的に余裕を持っておくとか、それこそ転職をするとか、まあ何かしらね、自分でできることをやっていくっていうのが大事だと思うんですよね。で、豊かに生きるにはね、当然お金も必要なんですけど、お金持ちでも豊かじゃない人っていっぱいいるんですよ。まあ嫌なお金持ちってね、本当にいっぱいいるんですよ。 幸せそうじゃない人とかね。そういう人はお金は持ってるのかもしれないけど、考え方の部分があんまり良くないんですよね。なんで、豊かに生きるためにはお金だけじゃなくて、考え方も大事なんでね、両方を育てていければいいと思います。以上参考になれば嬉しいです。今日が人生で一番若い日です。これからもしっかり学んで行動して、自由への道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。それでは今日もいい一日を。リーマンくん、今日の動画どうだった あ,あ,まあ、ありがとう原因が自分にあるという言葉を脳内変換して全部自分が悪いんだって思ってしまってたけど本当は原因の根本的な部分から見直そうってことだったんだね僕は学長の話を最後まで聞かずに間違った解釈をしちゃってたんだそうよ気づけてよかったわ原因自分論を身につけることで問題にぶつかっても物事を前向きに捉えて上手に乗り越えられるはずよ だいたい学長がリーマンくんが全部悪いなんて言い方するわけないじゃない。そこんとこリーマンくんが一番分かってるでしょ。あ<ー> <laughs> そうだね。そうだよね。僕今すぐ戻って学長に謝るよ。ママごめん話を聞いてくれたのに何も注文してなくて。いいわよ。次回ボトルでもおろしてもらうわ。またいつでもいらっしゃい。ありがとうママ愛してるよ。あ最後のいらないから。 ほんと人騒がせな子ねさーて今夜はお客もいないしゆっくり一人酒でもしようかしら YouTube を見てるみんなは相手してくれるかしら